はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。郁夫様、猫ババア様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。政治活動資金と河野太郎裁判費用にアクセスさせていただきたいと思います。チャンネル登録、メール登院、よろしくお願いいたします。朝日新聞調査、自民50議で単独過半数割れ、自公で過半数も微妙、立憲躍進、ほんまかいな。いや、自民が減るのは分かってっけど、比例復活不可43とか、自分で自分の首絞めてっからね、バカ石破が、自民が減るのは分かってますけれども、立憲躍進ってほんまかいな。自民が落ちても立憲は増えない気がするんですけどね。朝日調査によればですね、自民は選挙区で40、比例で10ぐらい減らすとのこと、裏金議員30人落選という予想はあったけどね。世論です。調査ではなく朝日の願望にしか思えない。立憲って前回もそうだったけど、いつも数字が高く出るのは不思議。維新は前回の予想議席見たら25議席にしてたんだな。朝日新聞の情勢調査は当たるって嘘。高市さんじゃ選挙に勝てないと石破選んでおきながら過半数割れとか、石破が眼鏡をかけて、岸田居抜き内閣でびっくり。居抜き内閣、そうなっても自公国3党連立に切り替えるだけだと思う。岸田が就任して解散した時も自公大敗予測だったけど、ほぼ維持だったぞ。なんだ、朝日新聞の予想当たんないのか。石破は少し期待したけど、岸田と何も変わらないのがはっきりした。自公で過半数割れして一番喜ぶのは維新と国民民主だろうな。連立しませんかってお呼びかかりますからね。記事によれば過半数は233、現在自民議員は247いるそうで、会派別勢力で258ってあったんですけど、無所属が11人いるんですかね。そうすると14人減ったら単独過半数割れしますね。これは硬いんじゃないか。単独過半数割れは硬いんじゃないか。2012年に安倍総理が政権奪還した時以来、単独過半数割れはしてないんだって。233以上はあったんだって、自民党。これで石破な、バカだからな、なんで自分で自分の首絞めるような、非公認とか比例復活不可とかやっちゃうもんな、バカだから。公明党は32人なので自民党と合わせて279あります。こっから46人減れば自公過半数割れなんですけれども、だから公明はちょっと硬いんで、あれですね、自民が46人以上減るって言ってるのかね。まあ、50人減るって朝日は言ってっけど、そうなったら民民と維新と組むようになるんでしょうね。自民に寄せてきてる民民を選ぶかな、維新と民民だったら。選挙区はインターネット調査で、比例区は電話調査で情勢を探った。なんでこんな面倒なことしてんだ朝日新聞は。電話調査に真面目に答えるのって高齢者ばっかりで、若い人は見知らぬ電話には出ないんじゃ。あとですね、固定電話は最近どこそこ事務所とか何々社とか表示されるようになりましたけれども、アドレス登録してなくてもね、なりましたけど、朝日新聞社なんて書いてから電話かしたら、普通のまともな若者は電話取らないんじゃ取らないんじゃないの。共同通信、投票先調査で野党系 33.2% で与党系 24.6% を上回った、パヨ歓喜と。でも野党は自公と違って一本化できてないですよね。自公は一本化できてるけどね。公明が出るとこには自民は出ないってね。世論です。蓮舫流行ってる、2位にもなれなくて3位でした。令和はありえんわ。この数字小選挙区だとあんまり意味ないぞ。いつもの野党食い合いで結局自民の勝ちになるのでは。寄付金の8割が出資不明なのは脱税よりもひどいだろ。令和の悪口ですか。共同は願望を記事にするな。今回の誘導は必死やの。現実的なこと言ってるのミンミンぐらいだもんな。野党の長手はってことですか。不記載の自民より左翼の方が危ない。とりあえず今叩けるのが不記載ぐらいしかないから、ずっと裏金言うんだろうな。盛りかけ桜でうんざりしてるのを理解できないのもすごいと。候補乱立の
33% より候補一本化に成功してる 24% の方が勝つと思うけどね。野党系といったって共産支持者と維新支持者じゃ全然違うしね、調べる必要あるのかってぐらい意味がない数字じゃないのこれ。野党系与党系っていう分け方はね、共同のこの必死な折りでですね、ゆるふわ層がじゃあ野党大丈夫かって安心して投票に行かないといいな。野党ガチ勢はやりがふろうが選挙に行くけどね、あるいはあのバスに、釣り込まれて無理やり釣り手がれっけどね。代表は比例復活許さないという鉄の掟に従って比例単独から切り替えて埼玉14区に立候補した石井啓一公明代表、民民の鈴木候補に激しく追い上げられ落選危機だそうであります。相手が立民だったら余裕だったけど、国民だと自民支持者が入れる可能性もあるから、投票率次第ではやばい。落ちたら面白いけど、大玉確か選挙区で落ちたことあったよな。ないない、公明普通に強いから。この時期の世論調査ってマスゴミの願望まみれすぎるよね。金で雇われたマスゴミの情報操作。埼玉14区は前回ですね、自民の三林博美69歳さんが民民鈴木義弘58歳を下してですね当選。頑張った鈴木は、結構あの票取った鈴木は比例復活してますけれども、三林さん例の非公認の12人に含まれてるけど埼玉13区で立候補しているようであります。三里市、八潮市など人口増で区割りが変わってですね、前の14区はですね三里市、八潮市、あとその他ちっちゃい市が5つぐらいで14区だったんですけど、今回三里市と八潮区が、八潮市が独立して14区になってます。人口急増したんだろうな多分な。民民鈴木さん14区を選んだようですけど、石井代表とは馴染みがない土地ですね。民民鈴木は、前もあのその14区で戦ったから馴染みあるけど、もし落選したら代表交代になるんでしょうかね。なったばっかなのにね、落ちればいいな。公明党一人でも多く落ちればいいな。思っております。10月17日発売の漫画モーニング社外取締役島耕作の中に、あれは米軍の埋め立て地で飛行場をこっちに移動させる工事です、抗議する側もアルバイトでやってる人がたくさんいますよ、私も1日いくらのニットで雇われたことがありました、真実を書いてしまいパヨ発狂。パヨを代表してですね、琉球新報が講談社に対して見解を求める事態になってしまいました。まだやってんだこの漫画。課長からだいぶ出世したみたいですね。何十年もやってんねこれね。課長島耕作は知ってるんですけど、世論です、事実陳列罪、この作品はフィクションです、で終わり。島耕作は寝とうよ、ニットは出ないけど車代は出る、フィクションなのに顔真っ赤にしてムキになっちゃって、県民じゃないから沖縄県を愚弄したことにはならない。っていうか辺野古活動家は警備員殺しのテロリストという悪のイメージしかないよね。警備員死なせながら証拠の確認すらせず逃げ出すような連中はちょうどいい扱い。日本人化すらも怪しい警備員殺しのプロ市民集団、コラボが保護少女を税金で座り込みに参加させてたな。事実じゃないですか。なんか問題でも、どうせなら県民でもないし国民でもないってバラしてやればよかったのに。日当が出る証言はすでにいくつか出てるけど、なら事実じゃなかったって証明よろしく。頑張れ細工、事実に負けるなと。漫画では辺野古とも普天間とも書いてないのに、琉球新報はですね講談社相手に立ち上がってしまったのであった。フィクションの漫画にしかも名指しされてないムキになっちゃってね、よっぽど都合悪いんでしょうね。あの資金源とか調べられるとね、区役所の福祉課職員からですねホームレスの話聞いたことあります。私が扱ったホームレスがこんなこと言ってました。新宿かどっかであのスカウトされて半年ほど沖縄に送り込まれて活動してたそうですよ。たまに福島みずほ先生から酒の差し入れがあった。だんだん食事が悪くなってんで半年で引き上げた。区役所職員の話が嘘でなければ工事妨害者は動員、日当は存在するです。これが事実ですね。ブログに詳しいこと書いたことなんで講談社に提出してもいいですよ。あの琉球新報がうるせえよだったね。立憲、世襲と裏金のないクリーンな国へ。世間、小沢一郎も中村雄太も世襲じゃねえか。野田佳彦、立民の候補者は世襲制限法に
賛同しており、自民とは全然違う、全然同じではない。何言ってんのこの人、何なの、世論です。言い訳見苦しい。批判するならまずゼロにしてからだと思う。上級国民の亀井彰子を公認する党だからな、亀井彰子って亀井静香の娘がなんかですか、消費税上げたのだを絶対に許さない。中村吉郎一族を絶対に許さない。中村吉郎の長男が中村雄太つなって、全然違うって何が、もはや世間は野田がどんな世まい事ほざいても関心ないらしく、スレッドも全然盛り上がってませんでした。投稿9って一般人がね、趣味のことで、まあ、宿借りとかね、で建てたらそれでももうちょっと行くよね。世襲制限法に賛同してるから自民とは全然違う。なんでそうなんの、全く謎なんですけどね。前よりブヨブヨしちゃって、脳みそにも脂肪回っちゃったんですかね、この人。今日の単身です。安倍哲也新肘町町長、土地は売りません。17日夜、別府イスラム教会代表と面談し通達。カーン代表、納得できません。売却を求めます。お前らの納得なんか必要ないんです。日本は、どうそうダメなんです。それに、異国の地で葬られたら、あれら怒るで、亡くなる前に、帰国しなさいよ。それから、日本政府はですね、イスラム教って、帰郷は死刑。つまり、イスラム教徒がキリスト教になったら死刑。で、京都の子供は自動的に京都。だから選択の余地がない。もしもイスラム教徒に生まれちゃって、イスラム教徒にされちゃって、仏教の方がいいなって乗り換えできないっていうですね。そういうイスラム教はですね、思想信条の自由、全くないんだから。思想信条の自由を、保障したですね、日本国憲法に反するから、布教活動を認めんな。日本政府は、認めんな、布教活動、思想信条の自由がねえからダメーって言って認めんな。自民党本部に火炎瓶を投げ込み、総理官邸に車で突っ込んだテロリストとの接点が多数判明している令和さん、自民と統一教会との接点ガーッと騒ぐマスゴミ、これには全く触れないと話題になっておりました。まあマスゴミもこいつらの仲間みたいなもんですしね、令和候補の長谷川ういこの本名がパク・ウィコだなんて面白すぎるネタも一切伝えねえしね。書店を運営する会社がこの10年で764社市場から消えた模様であります。まあ、アマゾンで買っちゃうし、読むなら、ネットに、読むものならネットにいくらでもあるしね、活字ならね。紙媒体っていうのも限界来てんじゃないんでしょうかね。近所の書店もドラッグストアに変わってしまいました。私んとこ。新潟県東海市からスーパーから米5キロ3袋を万引きした74歳女性逮捕。全部で15キロ、74歳で女性なのにタフやな、盗んだことは間違いありませんとか、きっぱり堂々としてるみたいですけどね。掲示板にはそのパワフルさを称える投稿多数、俺モテねえよみたいな投稿もありました。笑っちゃった。というわけでですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。